こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画ではカーディガンというアイテムについて解説をしてみたいと思います。カーディガンというのはメンズファッションにおいて比較的ベーシックなアイテムなんですね。中には一度は買ったことがある方もいらっしゃるのかなと思います。ユニクロに行けば、こちらの写真のようなですねベーシックなカーディガンが並んでいますよね。こういったアイテムというのは結構季節の変わり目に重宝するアイテムなんですね。例えば T シャツ1枚だとちょっと肌寒いのかなという時にこういったカーディガンを羽織ると気軽に体温調整ができます。あとはシャツの上にカーディガンを羽織ることなんかもできるのかなと思っています。気軽に体温調整がしやすいっていうメリットと、もう一つはですね、上に1枚羽織ることでちょっときれいめなスタイルになるんですね。T シャツ1枚だと二の腕が見える状態なので結構カジュアルに見えるんですが、そこにカーディガンを羽織ることで少しですねカチッとした大人っぽいスタイルに変わるんですね。ジャケットほどはフォーマルじゃないんですが、ちょっときれいめな感じが出しやすいのがカーディガンの良さなのかなと思っています。ただカーディガンというのは積極的に活用している人はまだまだ少ないんですね。全体の2割程度だと思います。ですのでもっと皆さんにもカーディガンというものを活用していただきたいなというふうに思っていますので、この後僕自身が実際に私物のカーディガンを着ながらですね、使い方ですとかコーディネートの方法ですとかいろんなコツについてお話をしてみたいと思っています。はい、ということで実際にカーディガンを着てみました。どうでしょうか。今着てるのがですね、今から3年前にユナイテッドアローズで購入をしました、オリジナルのカーディガンになります。サイズ感に関しては割とジャストなサイズ感かなと思います。買った当時はですね、まだビッグシルエットの傾向がそんなに強くなかったので、お店に並んでいるものも比較的ベーシックなサイズ感も多かったんですね。ですので僕はこのようなサイズ感のものを選んでいますが、最近の傾向であればもう少しゆとりのあるサイズ感のものを選んでもいいかなと思っています。僕は今 S サイズを着ていますが、今新しく買うのであればワンサイズ上げて M サイズ、少しゆとりを持たせながら着てあげるのもいいかなと思います。決してこのサイズが NG というわけではないです。ちょっと小綺麗に見せたいですとか大人っぽく見せたい場合は自分の体に合った適正サイズを選ぶのがいいと思いますし、少し旬な雰囲気ですとかトレンド感を出したいのであればややゆったりめのサイズのカーディガンを買うのがいいかなと思っています。そしてサイズ感というのは体型によっても似合う似合わないというのが結構分かれる点なのかなと思っています。僕は比較的痩せ型なのでこのようなジャストサイズのカーディガンが似合うんですが、ぽっちゃり体型の方ですと結構ピチピチになってしまうんですね。ですのでちょっとぽっちゃり体型の方はやはりややゆったりめのサイズのものの方がリラックスした雰囲気が出やすいのかなと思っています。あとカーディガンの厚みに関しても様々なものがあるんですが、薄手のものから中肉厚のものの方が合わせがしやすいかなと思っています。僕が今着ているものに関してはやや薄めですね。ユニクロで売ってるカーディガンよりも少し厚みはあるんですが、これぐらいのものですと比較的春ですとか秋に活用がしやすいのかなと思っています。もう少し肉厚なものでもおしゃれ感が出るので良いかなというふうに思っています。そしてカーディガンを着る時のコツなんですが、今僕は袖の感じもですね普通にしてきていますが、僕が普段着る時には腕をたくし上げて着るようにしています。このように少し腕をたくし上げて肌を露出してあげるとこなれた雰囲気が出やすいのかなというふうに思っています。で、腕の部分には時計ですとか少しアクセサリーを足してあげるとシンプルな着こなしの中にもアクセントとして使うことができるのかなと思っています。全然見た目の感じられ方が違うと思うんですね。小綺麗なカーディガンは腕をまくってあげて少し着崩すとバランスがいいということも覚えていただきたいなと思っています。で、今僕はですね T シャツの上に重ねて着ていますが、無地の T シャツでも決して NG ではないんですね。シンプルな白の無地の T シャツの上にカーディガンというスタイルも結構似合いやすいんですが、僕はそれだとちょっとですねシンプルになりすぎて物足りなさを感じてしまうんですね。ですので僕が今着ているようなちょっとプリントの入っている T シャツの上にカーディガンを着ることが多いのかなと思います。このような T シャツを1枚で着るのもいいんですが、どうしてもそれだと子供っぽく見えてしまうので、このようにシンプルなネイビーですとかブラックのカーディガンを1枚上に羽織ってあげると T シャツの子供っぽさというのを抑えて大人っぽい雰囲気が漂うのかなと思っています。ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。2つ目のコーディネートとしてご紹介したいのは
T シャツの色で少し遊んでみるというスタイルなんですね。先ほどはプリントで少しアクセントを使ったんですが、今度は無地なんですが色味でアクセントを設けることで着こなしに面白さを出すように意識をしてみました。着ているのはですね、今季のユニクロ U の新作の T シャツなんですが、色はピンクのようなパープルのようなちょっと絶妙な色合いなんですが、今季はユニクロ U でこれが結構気に入ってですね、僕は着ているんですね。この T シャツも1枚で着ると結構インパクトがあるんですが、そんな時には上に1枚カーディガンを羽織ってもらうと見える面積が小さくなるので、そこまで主張が強くなりすぎないんですね。このようなちょっと淡い色、明るい色というのは今季のトレンドでもありますので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいんですが、僕ら30代40代の世代の場合はそれだけではちょっと派手すぎるので、上に1枚カーディガンを羽織っていただくとバランスが取りやすいのかなと思います。ぜひこのスタイルもトライをしていただきたいなと思っています。はい、そして最後3点目の着こなしなんですが、カーディガンの下にはシャツを着ています。ただ通常のシャツではなくて、襟がすっきりとしたバンドカラーシャツを今回は合わせてみました。もちろん通常のシャツも合うんですが、ちょっと今っぽさを出すためにこのようなバンドカラーシャツを合わせてみるというのもバランスがいいのかなと思っています。通常の襟型のものを合わせるのもいいんですが、このような襟元がすっきりとしたバンドカラーシャツを選んであげると、より今っぽいというかトレンドを意識した着こなしになりやすいのかなと思っています。その際にシャツを少し巻き込みながら託し上げると、こなれた雰囲気が出しやすいかなと思っています。そして今回僕はストライプ柄のシャツを選んでいるんですが、こういった主張の強い柄というのも上に1枚羽織ることでバランスが取りやすいんですね。ここで白のバンドカラーシャツを着るのもいいんですが、結構地味になりすぎてしまうんですね。ですので上に何かを羽織る場合は、少し内側はアクセント要素があった方がいいかなと思っています。 T シャツの場合はプリント柄を使ったりですとか、ちょっとカラーのあるものを選んでみるのもいいと思いますし、シャツを選ぶときには襟型で遊んでみたいですとか、あとは柄で少し遊んでみるのもいいのかなと思っています。まあ、カーディガンというベーシックなアイテムでもどのように合わせるかで全然見せ方が変わりますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。最後にこのようなカーディガンどこで買えばいいのかという点なんですが、ユニクロにももちろん並んでるんですが、個人的におすすめなのはグローバルワークですとか、あとはもう少し投資できる方はビューティー&ユースのものがおすすめです。最近のカーディガンというのは割とこうボタンがついてないものがあったりするんですね。もうちょっと気軽に羽織るだけのようなものがあるので、そういったものを使ってみるとより今っぽいカーディガンになるのかなと思っています。僕もですね、今回カーディガンの動画を撮りながらですね、もう少しサイズアップしたいなですとか、ボタンがないものがいいなというふうに思っているので、この後グローバルワークもしくはビューティー&ユースで新しいカーディガンを買ってみたいなと思っています。ぜひ皆さんもこの機会に新しいカーディガンを新調して日頃の着こなしに生かしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。